確かに、まあ、だいぶ柔らかくなりましたね、すごい柔らかくなりました、うん、多分もう元々の冷えむくみにプラスしてその筋肉の緊張が出ちゃったので、もうすごくほぐれにくい状態に、なっちゃってたんですね。そうそうそう、冷えにむくみに、筋肉のまあ硬さこりっていう全部来ちゃった感じなので、これ史上最高、私史上最高の硬さ、ね、いやそうだと思います。だってなかなかいらっしゃらないぐらいカチカチでしたもん。あのこんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、あの本当にもう見るからに足がパンパンのカチカチのおじさんと同じぐらいの硬さ、あの営業のおじさんでそういう人いたんですけど、でも本当にそういう、女性でここまで硬くなってる方あんまり、本当にめちゃめちゃ溜まってるなって。そう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 。ここまでもうなんか、やっぱりちょっと本当に、確かになんか歩いてると、なんかすごい足、なんか足すごい疲れたなって、めちゃめちゃやっぱり、このやっぱパンパン状態やとめちゃめちゃなるんですよね、すごい。で多分前回のこのちょっと血管とかも目立っちゃってるので、やっぱりこの冷えがより慢性化してたというか、良くない状態が続いちゃってたんだと思うんですよね。あ、多分私サンダルずっと履いてたっていうのもあるかも。あ、寒いのにね、まあ、痛いからね、靴ずれが。はい、そうだったんですね。靴下履いた方が良かったですね、そしたらね。まあでもなんか、靴下にサンダルって、確かにちょっと変ですけど。足先ずっと冷え冷えの状態、結構もう最近とか寒いのに、サンダルとかも履いてたりしてたり、そうですね、なんかいろいろ重なっちゃったってことですね。そうですね、もう超まあなんか悪条件が揃ってそうそう揃っちゃったですね。流れる感じが、流せてる感じします。すごい上半身が溜まってる感じ。いや溜まってますね、完全にそうですね。本当にもう本当に、もうここ2日3日ぐらいでようやくサンダルから靴に行こうという感じで、そうだったんですね。やっと靴ずれが痛くなくなった。そうなんです、ようやくまあ靴ずれも痛さもなくなったから、まあとりあえずまあ、あの寒いし、こっち普通の靴にしようと思ったやさきだった。なるほど。あ、こっちも痛そうですね。ここ大丈夫ですか？今染みてないですか？はい、全然染みてないです。ここもありますね、痛そうなのが。これもなんか皮むけが。うわー。もうなんか、満身創痍でしたね。かわいそうに。本当に。なんでこそですよ、私。昔から足は毛がめちゃめちゃしやすいんですね。あ、そうなんですね。でつけちゃったりとか多いんですか？あ、そうです。もう本当に、まあ今はだいぶもう朝引いたんですけど、そのまあなんか先ほどのその足の毛が、もうめちゃめちゃ本当にもう、まあ本当、朝だらけっていうか、そんな感じだけど、もう今はだいぶ引いたんで、よかったんですけど。すごい本当に、癒されます、めちゃめちゃ。よかった。もうずっと
れてた。いや絶対そうですよね、めちゃくちゃ疲れてたんですよ、うんうん、ずっとちょっと揺れるぐらいに柔らかさが出てきましたね。いや本当に、あ指が入る、そう指も入ってる感じです、最初はね本当滑るしかないみたいな、カチカチだったんで入んなかったですけど、まあ、そうですね、口をこう押して入る、揉めるっていう。さっき本当にもうそうびっくりしました。なんかなんていうんですか、人形の足みたいになんか肉感がないつるっとしたバチッと硬い感じだったから、うわ ふくらはぎめちゃくちゃ硬いですね。あ、そうです、ふくらはぎもうあのパンパンパン、びっくりした今。えって思うぐらい硬い。膨らんでると思うんですよ、すごい硬い、あすごい、だいぶ、うん、はい、変わりましたね、一応ね、はい、すごい、かなり、まあ、緩みましたよね、うん、そうですね、まあ、これでちょっと拭き取りします。ありがとうございます。ちなみに今ヒートジェル使ってたんですけど、はい、あったかさ感じました？あ、でも確かにあったかい。あ、ちょっとあったかくなりました。はい、そう結構や冷たさが勝ってたので、はい、ちょっと温熱感弱いかなと思って。確かに私、うん、足冷たいんですよね。うん、すごい。もう子供の時からとかですか？割と私そうですね。ちっちゃい頃から、うん、なんか。手は割と冷えやすいという感じも、うんうん、多分性格的なものとかもあるんですよね。だいぶ普通の人ぐらいに柔らかくなりました。だいぶ良かった良かった。本当にもう指が通るのが分かります。さっき明らかにもうなんか何これってぐらい硬かったですもん、本当にあれって思いました。あれってちょっと変、すっごい硬いぞって。普通の人、うん、普通の人の何倍、うん、何倍も硬かったかと。あ、そう、本当でもそうですね。だって多分揺れない状態でしたもんね。振ってもね、もうバチッと固まっちゃってたから、うん。
そうですね、まあ、これぐらいであれば、うん、まあ、すごい柔らかいとは言えないですけど、うん、まあ、普通に、まあ、硬さはあるけど、うん、入る足になっているので、うんうん、まあ、心配ないぐらい、さっきはちょっと心配になるぐらい硬かったんで指は本当にすんなり入るっていうのがすごい感じ、うん、はい、まあ、結構こう体のコリもね、あの、なんていうんですかね、甘く見ちゃいけないというか、やっぱりこう健康状態が現れるようなところなので、うん、まあ、それこそちょっとこうやっぱこう体が凝ってると肌の状態も悪くなっちゃったりとか、いろんな形で出てきてね、やっぱりそれがまたストレスになっちゃったりっていう悪循環になるので、うん、そうだ、今まさに私ニキビが本当にもうできちゃって、うんうん、はい、うん、やっぱ早く治すためにもね、やっぱり体のコリをほぐして、うんうん、よく眠れるようにしたりとか、うん、大事ですね、うん、今だと、とりあえず足がね、多分最初に比べてこう、もう暖かさも出てきてるので、うんうんうん、ですね、今押しても結構入る感じがありますし、はい、うん、全然違いますね、押せるし、つかめるしそう、よかったよかった、こうなってれば、うん、安心です この状態なら、うん、そうそう、最初つかめない、そう、なんか指が沈まないなっていう感じがすごくあって、うん、まだね、ちょっと硬いといえば硬いんですけど、でも、あの、その心配な硬さはなくなってますのでね、だいぶあの歩きやすいというか、多分疲れ感は弱くなってると思います。一旦ね、足の方これで、はい、やりましたので肩叩きますね、はい、体を起こしてください。いや、めちゃめちゃ気持ちいいです、はい、大丈夫ですか、はい、あ、そうですね、そちらに、はい、足出して座ってください。髪の毛めちゃめちゃボサボサになっちゃってすみません、はい、はい、はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、See you. See you.